ツイフライネーデルラントは、オランダの格安航空会社。アムステルダムのアムステルダムスキポール空港を拠点に、つい航空の一翼として、定期便とチャーター便の運航をしている。チャーター便の多くは、オランダの旅行会社であるアーキー社のために運航されており、その目的地は、地中海地域から南米や中東までに及ぶ。2008年12月は、 つい航空に加盟するすべての航空会社をついフライとして再編すると親会社のついトラベル PLC 社が発表した。ついフライネーデルラントの前身であるエアオランダは1981年に創業した。しかしその後エアオランダは財政難に陥り2004年にエクセルアビエーショングループに買収されてオランダエクセルとなったものの翌年の2005年に今度は イクセルアビエーショングループが破綻し、欧州最大の旅行会社であるツイグループが、アークフライと解消して参加に収め2005年9月より、運行を再開した。現在は同じくツイグループの子会社である、オランダ最大の旅行会社アッキー社に対して、チャーター便を多く提供している。2015年10月1日にアークフライから、ツイエアラインズネーデルラントに社名を変更。 その後さらに現在の社名へと改称した。アムステルダムスキポール空港に駐機するボーイング767から 300ER 型機、キボーイング737から800型機。ありがとうございます。